日本鹿児島県鹿児島市平田町平田町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧日置郡松本町大技平田。郵便番号は八九九の二七零九。人口は四十七人、世帯数は二十九世帯。鹿児島市の西部、長吉川上流域に位置する。町域の北方は、鹿児島市直木町及び同市四元町、東方は、鹿児島市春山町、南方は、 日置市吹上町よくら、西方は、日置市吹上町駅地にそれぞれ接している。町域の中央を、鹿児島県道291号松本川辺線が、通る。同県道は、鹿児島県道296号、田の頭吹上線が分岐する三者交差点以北は、十分な道幅があるが、以南は、終点の南九州市川辺町まで道幅が狭く、 軽自動車でもすれ違えないほどの道幅であり道の傍らは崖出り後は不可能であるため同交差点以南の交通量は多くない。鹿児島市編入以前に鹿児島地区合併協議会で当該廃止された地の区域に相当する区域より新たに町の区域を設定しその名称については各町の意向を尊重し合併時までに調整するものとするとされ 2004年2月2日に、日置郡松本町大技、直木の一部より分割され松本町の大技、平田が設置された。同年11月1日に、松本町が日置郡郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町、イブスキ郡木入町と共に、鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である。 鹿児島地区合併協議会における協議によって、松本町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、 鹿児島県の国示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大技平田は廃止され、大技平田の全域をもって新たに鹿児島市の町、平田町が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校の学区は以下の通りである。2018年9月30日までは、鹿児島市コミュニティバスが運行されており、平田町の区域には、平屋三文字、平田公民館、田野頭、里山入り口、各面の各バス停が設置されていたが、同年10月1日に平田町の区域のバス路線が廃止され、それ以降はバスなどの公共交通機関は存在しない。 それに代わって、地域住民向けに、鹿児島市が運行する、松本平田地域、乗り合いタクシーが運行されている。ありがとうございます。